と、さあ、どっちの足で蹴るんだろう。どっちの足で蹴るんだろう。大体、こっちで蹴るんですよね。だからこっち行くよね。だからね、実はね、もちろんこっちも蹴るんだけど、こっちの足の力すごい大事、最終的には。と思うよ。で、その、現実、こっちで何か分かんない無限を持ってきて、げうん、これが無理なんだよ、行くぜ、牛しといていいぜ、だから近藤さんがのあのつんのめる方向に、近藤さんがつんのめる方向、まあ、ここまでできたよと。で、近藤さんがつんのめる方向に力を出せるのはこっちの足しかないんだよね。だってこっちはさ、ほらなんか横に広い横に広いしか斜め側の力しか入れない。だからってこうしちゃうと押されたら多分潰れちゃうから。これは支えてる。これでちょっと膝が浮いたら、実はこっちの力すごい大事なんですよ。で、足りなければ今俺手でも押してですね。でも、打ちたり。